顔テカテカでごめんなサイドステップ。ごめんなサイドステップ。ごめんなサイドステップ。学校帰りです。はい。はい。帰ってきて10分ぐらいだね。帰ってきて2秒です。はい。はい。着替えたのね。はい。はい。今日は、またまた修学旅行に持っていくものを買います。はい。なんでですか？この前、買ってなかったものがたくさんありました。買ってなかったというか、買い物忘れたやつでしょ？そんなこと言うんですか？まあ、事実です。はい。ということで、今から行っていきたいと思います。はい。じゃあ行きましょうね。はい。行きましょう。歯磨きのセット探しに来ました。見つけちゃった。あ、これが欲しかったのね。そういうこと。こっちしかもう見てなかった。こっちこれどうすんの、うん、これシナモンって、それとも、シナモン君にしようかな。くるみちゃん1日目、あ、じゃあ2日目、3日目意味がわかんない。衛生的にバカじゃないの。こっちにします。シナモン、あ、シナモン君にする。うん、これはね、歯磨き粉も入ってるの。入ってます。はい、これコップになりますね。コップも、歯ブラシあります。最高。はい、じゃこれね。はい、はい、次何見んの。靴下。あれ、あるよ、歯磨き粉。うん、あ、可愛すぎな。かわいすぎな。3足780円って安くない。780円って、うん、かわいいね。こっちの恐竜もいいんだよ。茶緑ね。うん、紫の恐竜さん。じゃあ、あとは、かわいい。地味にかわいい。何これ、何本。フグじゃない。フグか。かわいい。うん、いや、でも黒だよね。黒がいいんでしょ、だって、うん、指かわいいなと思って。エビ可愛いね、エビ。確かにエビ可愛いね。行きそく買っていい、うん、エビ。いいよ。待って、シワイヌ可愛いんです。白か黒なんでしょ。うん、でもフグさん可愛くない。うん、美味しいかな。なんでさ、靴下買うんだっけ。だから、うん、この間買ったじゃん、チャンピオンのグレーの靴下、うん、学校で修学旅行で履くって言って。どうしたんだっけ、あれ。グレーダメだった。だから言ったじゃん、グレーダメじゃなかった。ごめんね、普通に買うから。ごめんね。そうちゃん、間違えちゃったんだよね。うん、まあでも履けるもんね、あれね。うん、で、今黒買った。黒と白。それでいい。うん。分かった。アボカドもあるんだよ、ほら。アボカド、フメキシコ。古いね、ちょっと。さあ、はい、じゃあそれ買いましょうか。はい。はい、100均に行きましたよ。はい。やばい、この家ここで止まっちゃうね。ここで止まっちゃうそうです。トナさん寝てんの、かわいいよね。かわいい。ねえ、かわいい。どうしよう。こう、ふむふむってやりたい。何を買うんでしたっけ。いや、串よ。あおちゃん。あおちゃんさ、修学旅行さ、行く日さ、なんか軽食持ってくじゃん。うん、おにぎりがいいの、サンドイッチがいいの。おにぎりがいい。でもこれあと何枚かしかないかもしれない。じゃあそれで。シナモン君あればいいのにね。あれ、シナモン君の前あったよね、ママね。うん。でもとりあえず。え、でもさ、見て、キラーちゃん。キラーかわいいね。キラーちゃんにするかもね。うん。これにしようか。うん。串。うん。あ、串。またね、すぐ壊すのよ、この子。串を。温めのやつね。温めのね。何個か持ってかないと、私どっかしらなくすから。私今ないから。てかね、ここをね、ずらっとね、折れちゃうのもね。うん、ダメなんだね。もう半分もないやつ使ってたもんね。そう。これ2つ買っとけば、じゃあ。そうだね。うん。黒もある。はい。黒にする？うん。ピンクと黒？うん。うん、よかった。じゃあ買いましょうね。はい。はい、何？欲しいのある。何ですか？あの、カードケースのデコのやつがもうないので。またですか？私いっぱいちょっとセンスいいから作れるから、センスいいの作れるから友達にあげるから。だけど
自分の部屋と全く丸々一緒のやつ作ってみたい。ちっちゃい。かわいい。本当だ。かわいい。ここの椅子とかもかわいいね。マイクとかもあるよ。やばいね。かわいいんだけど。じゃあ、行こう。はい。行こう、行こう、行こう。おいで、おいで。よくやるやつ、お母さん。うん。彼女はそれで釣られてくるもんね、ちっちゃい時。釣れる釣れる。お腹がすきすぎて力が出ない。アンパンマンですね。はい。ということで、はい、夕飯前なのにですよ。あれ？あ、何これ？じゃーん。これをどうしても。もうね、ここ着いた時からね、食べたい食べたいって言ったもんね。ちなみに、うん、部活帰りっすよ。そうですね。お腹すくに決まってるでしょ。で、ポテトとファンタグレープ。え、なにこれ。マミマイマザー。信じられない。ママ、なんか知らない間にアップルパイと私が何にしようかなって考えてる時、ママが一番最初にこう決めてたの。アップルパイとアイスコーヒーだって。食べようと思います。はい、ひまちゃんママごめんなさいって。なんかいいな。ね、ちゃんと食べても言わなくちゃいけない。優しいから、うん、いっぱい食べても大好きって言ってくれたもん。ひまちゃんママに見習おうよ。本当だよね。うん、じゃあ食べて、美味しい？美味しいよ。よかった。はい。もぐもぐ食べて。おいしい？超うまい。よかった。しょっぱいのがおいしいでしょ。最高。いいね。そう、なんかさ、虫除けが売ってなかった。スプレーしか売ってない。スプレーじゃなくてスプレーか。スプレーしか、そう、スプレーしか売ってなかったんだよね。だからちょっと違うところでママ買ってきちゃうから。どうもどうも。まだ残ってる。で、それでおしまいだよね、買うもの。多分大丈夫だよね。うん、もうすぐだね。どんなお気持ちでしょうか。楽しみが。ね、なんか中2の時にさ、なんかあったじゃん、本当は。それ行けなかったじゃん。ギリギリであれだったんだよね。なしになっちゃったね。でも07本当全く何もできてない。卒業式もできてないし。本当だよね。入学式もできない。うん。本当本当。できた学校もあるらしいけどな。うん。私の学校はやんなかった。確かにね。だからね、修学旅行は行ければいいねってずっと言ってたからよかったよね。たださ、すっごい暑いんだってね。うん、ね、京都暑いって言うもんね。終わったわ。扇風機持ってっちゃダメなんでしょ。あ、扇風。あ、扇風。危ない。ママナイス。うん。そうそうそう。なんか、うちわか扇風がオッケーだったんだよね。ね、でもうちわだと、リュックすごい場所取るから。うん。あれ持ってけばいいじゃん。シナモンくんのうちわ。ピューロで買ったやつ。思った。超かわいい。ね、そうじゃん、危なかったじゃん。センス100均でさ、うん、センス買ってさ、じゃとりあえず、うん、虫除けだけ買って、うん、じゃあ今買ってきちゃうね。はい、お願いします。はい、100均でセンス買いました。はい、買いましたね。はい、ケースも買いました。そうね、ケースも買ったね。はい、急いでだからパーッとね。うん、これでとりあえず大丈夫かな。ちゃんとちょっと一回ちょっとバババボ話してたら、もしかしたらまた思い出すかもしれない。うん、あ、そうそう、だからあとマスクを買うんだよね。そうだ。でも売ってなかったんだよね、ピットのね。うん、いや、ピットじゃないとやだよ。の小さめサイズってやつでしょ。そうだね。明日ママお仕事の帰りに、うん、あの薬局行って探してくるね。ありがとうございます。ね、前髪がね、そうだね。そうなの。束になっちゃった。そうなの。やばいよね。部活帰りだからね。そう。いつもしょうがない。学校帰りはこうなる、いつも。しょうがないね。確かにね。うん、じゃあ明日パーキングしましょう。そうだね。明日パーキング。はい、そうね。マスクがまだないから。
朝バッキングしてそれも撮りましょう、ね、はい、はい、帰ったらもう一回勝利見て買い忘れないか確認します。そうだね、うん、それがいいよね。うん、うん、分かった。じゃあ帰ります。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。